はい、どうもこんにちは、ヒカルです。まずはじめにですけど、いつも栄冠内容を視聴してくださってる方ありがとうございます。で今回なんですが、ちょっとね、2日連続でこのようなその微妙な動画を出すことになってしまって本当に申し訳ないです。まあ昨日データが一回ちょっと消えてしまったという話をしてたんですが、今日まあまたプレイして、なんとかね、甲子園決勝までね、行ったんですね。能力ダウンしたチームで。で、まあ、これなら全然、まあ、いけるかなと思ってやってたんですけど、ブレーカーが落ちてまた、リセットされるというね、恐ろしい、その、泣きっ面に8なパターンが来てしまって、2回リセット、2回能力ダウンなんで、能力が20ポイントずつ下がってるということになって、このままだったら正直ちょっとな、その、せっかく視聴者の名前を借りて選手作ってるんで、まあ、その、きついなっていうのもあるし、個人的にもちょっとダメージをだいぶ負ったんで、とりあえず、こっちの方で、3年ぐらい時を進めて、名前とかもできる限り同じ状態で、3年後からまた録画、スタートしたと思って、だから今日明日で、1人でちょっととりあえず3年ぐらい進めて、まあ今の3年生の名前を、次新しく入ってくる1年生につけて、今の2年の名前を新しく入ってくる次の2年後に入ってくる新入生につけてっていう風にして、ほぼほぼ同じ状態までとりあえず持ってきておこうと思ってます。もちろんその多少のね、その誤差というか、その、まあ、いろんなさ、ポジションであったりとかな、まあその顔であったりとかっていうのを触った後、まあ新入生の人数によってはその もしかしたらいない人もいるかもしれないんですけど、できる限りは再現しようと思ってるんで、まあ、明日からの8時多分間に合うと思うんでね、まあ1日中というまあ5時間ぐらい多分やれば間に合うと思うんで、3年くらいちょっと進めて、能力落ちる前の状態から、栄冠内容を始めるというか再開しようと思うので、ちょっと今日も1日もう2日なんですけどね、昨日と合わせて、お休みします。個人的にちょっと栄冠内容はね、本当にいいスタートを切りたいというか、まあ結構ガチでやってるんで、なんですかね、リセットしてそのまま、続けていくほどの気力はないんで、やっぱね、もうちょっとちゃんとした、チーム、勝てるチームでいきたいんで、能力が全員マイナス10下がってしまって、それが2回続いたら、さすがに正直ちょっともう、これはもうランクも総合力も D になってたんで、ちょっとこれはもう見るに耐えないレベルなんで、今更そんな微妙な泥試合を見ても楽しくないと思うんで、ちょっと戦力を、まあ最低 B まで戻して、まあできる限り、ほぼほぼ再現した状態で、次録画スタートするんで、楽しみにしておいてください。はい、というわけでとりあえず今回は、栄冠内についての報告でした。まあ今後はね、ちょっとね、そういう風な電源切れるとかっていうことのないように、ちょっとね、その節電してね、ブレーカーが落ちないように、ちょっとパソコン使いすぎてたりとかあったんで、パソコンももう何台か切った状態で、今後やっていこうと思うんで、こういったことがないようにしたいと思います。はい、というわけでとりあえず今回はこれで終わります。ありがとうございました。